はい、これ、うん、お反省してるんですか。なんで反省してんのよ。正座いいですね、あれですね、いい姿勢ですね。おお、はい、いや、傘がやっぱねいいですね、これ、うん、ほら綺麗、ピカ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 、ずっと言ってる。割と光沢がツヤツヤしてるんですよ、ツヤ。あれいいね、ツヤ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 してるな。うん、ツヤツヤしてるでしょ。あれでも日差しにも強そうだからねえ、オリンピックのボランティアもあるんですよ。めっちゃ笑ってる。どこでどこで爆笑するとこありました。今って千原さん何がツボやったんですか。お、これは何手裏剣のポーズ。手裏剣かっこいい。手裏剣かそう。よー、これこれで永遠に歩けるやつだ。本田じゃないですかこれ。本田確かにすごい歌舞伎。それで進んでる。そうですね、このあのジェスチャーで楽しいっすよねこれね。猫はただただ普通に普通に。まあまあそうなんです、ね、何やってんだろうこれ。遅いにゃちゃんとね、あの違う動きをしてるんですよ。ちょっとおすましした歩き方を。あ、そうなんだ。そうなんすか。そう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 、素敵な。これあの以前のあの突っ張りとかあったじゃないですか。あんな感じのものと一緒なんですね。そうですね、ジェスチャーですね。はい、アイルかわいい。これで普通に進んでる。これでやっぱりみんなで進むというのが今後モンスターとこもある。そうですね、モンスターに対して4人がこうやって進んでいく様とかね。一掃されそう。いや、イメージできますよ。じゃ あ、ね、あ、まだもうちょっと見ますか。深いエリアに行きたいんですけど、ちょっと待ってください、はい、僕の準備がまだできてないので、はい、うん、じゃあもうちょっと歌舞伎しますか。そうですね。ずっとこっちに来んな。オッケー。じゃあちょっと横澤さんの画面、じゃあ僕の画面に逆角に切り替えてください。はい、はい、これマイハウスですと。おー、はい、ようやくあの家具の話がいろいろできました、うん、家具問題、ね、ずっとありましたね。家具ってなんやねんって。そうなんですよ、まあ、ほとんどの人が家具って変えれるんやと思ってたと思うんですけど、はい、もう変えれるんですね。変えますね。でやっぱ変えれるんですね。変えれるんです。今こういう状況、うん、あとほら環境生物とかしっかり。え、何ですかこれ。かわいいでしょ。かわいい、かわいい。ペンギン？そう、ペンギンばっかり置いてあった。ペンギンばっかり置いてあった。捕まえたな。なんかパーカー着てますね。なんやろ。フードみたいなのつけてて、で名前がキブクレペンギンっていう名前。キブクレペンギン。かわいい。ペンギンばっか。2階にもペンギンいっぱい置いてあった。置いてあったね。そう、置いてあったみたいなことできるんですか。サンシャイン水族館みたいな。あの環境生物は前のマイハウスと同じように置くことができます。どこに置くとかも決めない。はい、いますね。うわ、座ったった。家具だ。え、何してんの。エサエサ。あ、なかなかなか。ちょうどあの絨毯のとこに巻かはった。見失ってる。見失ってる。見失ってる。ダメやねん。間で、家具はですね、はい、ここら辺ちょっとあんまり見せてなかったんですけど、間違えた間違えた。これは家具ではないですね。アイテムボックスです。おい、怖いよ俺も。今日は怖いよ俺も。見せちゃまずいのがいろいろ。ちょっとしっかりしてくださいよ。ね、1階とかでいうとこういうメインテーブルをですね、うん、こう、うん、帰れたりとかね。あ、これまず椅子か、椅子とかね。椅子ちょっと変えてみましょうか。はい。つるっとしてるなぁ。よいしょ。しちゃったね。おお。とかね、いろいろ。これなんかね、あ、料理が。そうかそうか、そこの見た目。へえ。へえ。ソファーとかね。とかね。ああ。木のね。ガラを変える。ガラの辺とか。色を変える。あ、そうか。でしょ。何の色を変える。まあいろいろカスタマイズができるんですね。本当だ。はい。よし、ダイスね。明るさもちょっと変えたりとか。これでだいぶ雰囲気変わってきますからね。結構いろいろ細かくできるんですね、はい、なんやろこれ。ベッドか家具の雑誌見てるような感じがいいっすね。ちょっとおしゃれ。ワイルド系な、そう、かなり下の柄選んでまた柄とかも。あ、そうか、違う。こんなここまで見せてへんから、まあいいか。大丈夫じゃないですか。大丈夫ですよね、はい、大丈夫だね、はい、うん、
ちょっと、チャージ中、明るい部屋にしよう、これはね。うん、やっぱり木の色でだいぶね、イメージ変わりますよね。変えてええやつにしてね。お願いしますよ。本棚ですよ。本棚素敵。明るくしよう。明るくなってますね。とかね、まあいろいろ、まあ、これ全部やりだすとキリがないんですけど、はい、いろいろ変えたりとか。とても楽しい。まあ、シャンデリアとかも照明のこう色が変わったりとかもあるので。色も色が変わるんですか。いやらしいなぁ。昔こんなん雑誌で見てたなぁ。女の子にモテる部屋を作ろうみたいなね。この壁とかこう壁とか書いてる、これちょっと可愛いなんですよ。え、これ一個一個できるんですか、その、ほら見て。あ、そうなんですか。これ可愛くない？可愛い、ね、なんか娘が描いた絵みたいな。そのまま、うわぁ、全部それ使う。え、どういうこと？写してる場所。場所を移動してます。移動して。置いてた場所を写すこともできる。ああ、なるほど。あそこがいいな。で、よいしょ。あとはこれ2回する？ですね。あ、そうか。花壇とか決める。花壇と、あ、テーマを書いてみますか。テーマやね。はい。まあいいや。で、テーマっていうのもここにあるんですけど。はい。テーマ。はいね、これこう、まあ、選べるんですけど、うん、ちょっと見てください。今この建物自体がこうやってちょっと今ほら 木木造って言ったらいいかな、はいはい、なってたりとかするじゃないですか、はい、これをテーマをっていうのは本当にテーマってこうそういうイメージ、またやってもらったそこはダメです今リアルに手でキュッと止められませんでしたそっちです、一言言ってください。開けませんよ。はい、伝統的な変な癖ついてもてますよ、はいはい、これ伝統的な部屋っていうテーマをかけましたと。ってなるとこの辺とかもう一切こんなとこまでしてないんで。あーすごい、ほらちょっと石本当だ、本当だ、石造りの急に白感が、はい、外側もほら見た目も変わってるんで外観も変わります。へー、これがあれだっけ、デラックス。そうですね、これがデラックスキットに含まれるデジタルデラックスの入ってる、ね、あのずっとこれなんやねんって言ってたやつ。そうそうそうです、これです。やっと明かされたわけですね。これなんですね。長かった。猿いる。猿もちゃんと捕まえたらこうやってね、あ、入れるんだ。そうです、そうです。頭に乗せてはる、癒されそう、尻尾ね、寝てる、かわいいね。はい、でこういうのができますので、本当に結構ね、こうカスタマイズしていくとだいぶ見た目変わっていきますので、はい、でこれ今これやってるじゃないですか、うん、でこれ発売の後にタイトルアップデートをまたしようと思ってるんですけど、はい、ちょっとタイミングがまた決まったらお知らせしますけど、うん、そのタイトルアップデートの時に他のハンターもここに連れてくることができますので、はい、ようにしますので、はい、自分の作ったそのマイハウスの、他の人に見てもらうこともできます、うん、我が家においでよと、はい、それまでには作り込んどいて。そうですね、壁に武器あんのいいですね。壁に武器が、これはデジタルデラックスの部屋だとこういうふうに何でしょう、中世のヨーロッパのお城じゃないですけど、そういうようなイメージの装飾も施されたりとかします。うん、これ誰描いたの？ちょっとちょっと剣とかには合わないですね。合わないですねじゃあ、実際に、ディノワールド行こうと思いますので、はい、ちょっと、ね、市原の画面に戻してもらえますか。ほんまや、はい、ちょっと僕もそっちに戻ります。はい、お、じゃあご飯食べといていいですかね。これ大丈夫ですか？ご飯で。これは大丈夫ですね。まあ、ご飯大丈夫です、ね。いい装備。ね、実はセリエナ側 の料理場から上通って持ってきてくれてるんですよ。ああ、通路。そうなんです。集会所自体には厨房がなくて、セリエナの厨房から運ばれてる。出たし、厨房。寒い場所なんでね。うわぁ、お腹空いてきたなぁ。これもうずっと美味しそう。あ、全部食べた。はい、で、ちょっと僕の方は着替えて、日が装備にしております。かっこいいですね。日が装備、かっこいいなぁ。 EXレックス 装備ですね。それにしたいなぁ。じゃあ僕もせっかくやから、これこの行くもの装備は重ね着なんで、はい、中にですね、僕重ね着じゃなかった場合は、うん、ナルガの装備を着てますので、それにしてから行きます。ナルガ、はい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 。
まあ、ツイッターとかでもね、装備の画像出てましたもんね。よいしょ。で、よいしょ。じゃあさん、ずっと反省してますけど、何があったんですか？ね、言っちゃいけないモンスターとか言っちゃいましたからね。あ、そうか。雄三さんの分か。あ、そうか。藤岡世界観に対しての謝罪。すいませんと。そうそうね、私が止められませんでした、はい。止めることができず申し訳ない。申し訳ございませんと。毎回言っちゃうのあれな。止められないから。両方そういうことではないですよ。二人もろとも怒られますから。フィールド行ってからするわ。ちょっと暗いから、ね、うん。じゃあ出発します。ちょっと待ってね。一回画面止めてもらいます。はい。一回画面止めてこっちにして。いいですか。終わり塚ですね。僕たちね、がね、ナルガの装備なので、うんうん、見せますか。ちょっと明るいところで見てもらったらと思います、はい、これですね、はい、僕の画面してもらえますか。画面変えてもらっていいですか。はい、あら、あら、ね、いいね。あがらセクシーな、うんうん、セクシーセクシー、これ動いてますね。これ ビューモード、ビューモードですね、はい、うん、ビューモードで今見れてますけども、はい、やっぱちょっとこうセクシーな感じもしますよね。人気ですもんね。大人気。じゃあちょっといきましょうか。はい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 、ドキドキ。じゃあ市原の画面に。いいですか。あ、な。ちょっとガイドしていきましょうか、これね。出てもらう。トロフィー出てもらってるわ。と、モンスターの痕跡を探しやすいですっていう。そうですね。うわー、きたー、でかいなぁ。いいね、リクラッチした。出会い頭の。出会い頭に来る。あー、なるほどね。軟化ですね。今ので軟化した。傷をつけましたって出るんですね。これで肉質が下がってるんですよ。ね、はい、ティガの装備が、耳栓がついてて、しかも満足感っていうアイテムが減りにくいスキルとかもあるので、うんうんうん、意外とこう初心者向けというか、結構使いやすい装備になってます。耳栓ありがたいです ね、高校の時にね、どうしても減るんじゃん。うわー、怖っ。天才、綺麗やわ。うわー、もうね、尻尾攻撃を繰り返す、こういう形で尻尾が赤熱化して、その時はめっちゃ攻撃力上がってるんで注意してください。ガードするという選択肢も、ガードする選択肢も、ユーグレ。さあ、ここで、かっこいいな。かっ、いやー、来ましたね、これですね。あ、怖い。スリーピンを再現してました。下燃えてた。あれね、あれでしたね。結構クラウドゴーストに持っていかれるんで注意しろ。メッセージですかね、あれ。危ないよっていう。これ来ますよね。あー、これ、なんか綺麗に回避してます。まあ、食らった方が良かったですか。いや、どれぐらい持ってかれる。ね、かっこいいですよね。次やってきたらちょっと見てみますか。夕暮れの決闘。かっこいい。おお。赤熱化してると火属性やられとかもやってくるので。なるほど、なるほど。注意が必要ですね。いや、ダブルクロスから来るって思ってなかったんで、勝手に。そうですね。はい。しばらくするとこういう形で尻尾が下げるんで、この時はちょっとチャンスな状態。そうかそうか。いやー、危ね。おー、はいはいはい。持ってかれますよね。普通の、まあ、攻撃でもそこそこやっぱりいきますね。のでよし、しっかり立ち回ってもらう。じゃあ、ややこしいことしてあげるから、はい、レイヤーをつけてるから。またや、やばいやばい、ちょっと、いろんなこと起こるな今日。そう、ね、なんで連れてくるの。始まる、やってる、始まるのかな。これ縄張り争い、これ見れるのかな。この2頭は結構イノバルドの縄張り争い、しかも辻ピーが連れてきた。確かに結構因縁のある2頭なんで。ああ、そうか。これその時のあのムービーとかもレイヤーとやり合ってたりとかするので、強いな。
うわメインイベンターみたいな感じですね、本当にシングルマッチずっとレイヤー探してましたから僕来ないなと思ってたら確かにおーすごい大変地面が効かないですよね一歩置きましたねややこしい、ややこしいよえちょっと待って来たすごいすごい地獄下地獄下下みんな下いた落ちたのかあ落ちたのかみんな下いたいいな三大決闘みたいなやつ登っても地獄降りても地獄やろう連れてきたいなちょっと待って昔の怪獣映画みたいなやつそうですよねいや怒りましたね結構鳥肌立ちましたよ今のはいや挑発がもう装いがね、もうちょっと戻ればいいんですけど、戻らないから背中の広角が今ちょっと赤くなってると思うんですけどこの赤くなってる状態が怒り状態ですね上に行くのか移動しましたなんか、おかけで伊藤さん、どこにいるんですかいや、そうなんですよ、結局結局ね今、一体するんですよ結局、待ち構えてるんですよここやで、今、尻尾を研いで綺麗にしたんで尻尾飛ぶと、はい、あの喉が今赤くなってると思うんですけど尻尾を飛ぶと喉に尻尾のカスを溜めてブレスを吐くようになってくるんですよ喉が赤くなってると、リノバルドがブレスを吐いてくるそうかブレスの仕組みってそういうことなんですねそうなんですねいったブレスも時間差で爆発するのであの単純に回避したからといって安心するのはちょっと注意が必要ですねこんなとこかね。そうですね。うん。はい。今日はちょっとデマルドを見せたかったので、こんなものですかね。はい。まあでもちょっといろんなシーンが見えますよね。